彩り鮮やかはいやってまいりました河原職人のヒーローにインタビューの時間ですこの番組は様々な分野の専門の方をゲストにお迎えし暮らしに役立つ情報を発信する番組です専門家の方しか知らない情報やツールノウハウを聞いていきますので少しでも生活に活かしていただければ幸いです また僕らの本職は屋根職人ですので番組中立た下を書くことがありますが現場目線で役立つ情報を発信していきますので最後までお付き合いください過去の放送も YouTube で見れます主力ホームで検索してみてくださいこの番組は屋根のことなら主力ホームの株式会社主力ホームがお送りいたします本日のパーソナリティは西島がお送りいたしますはい今日もやってまいりましたまああのー、いつもですねあのー 世界しかむ回数が多いんじゃないかって言われるこの番組ですけども <laughs>、あのー、今日も <laughs> まあ今のこのご時世に合った <laughs> ゲストさんをあのお呼びしますので CM のあと期待して待っていてください一旦、あのー、CM 入らせていただきます経営者の方聞いてください売り上げを伸ばすその秘密は日報にありました 日報の正しい使い方を知れば3か月で会社の業績が劇的に変わります日報で業績がアップするんです詳しくは平 2017.com まで平 2017.com はーいルートよりお知らせですついに宮古島のオリジナルブランドが完成宮古島の国道390号線をモチーフにデザインした T シャツやパーカーベビー服など品ぞえ抜群シンプルなデザインだから。 おしゃれに着れる今すぐルート三九ゼロ宮古島で検索企業不動産交通事故の法律相談ならトンピ先生こと弁護士中曽根智弘へあなたの抱えている問題・悩み事中曽根智弘にお聞かせくださいすぐに弁護士に相談が解決の鍵沖縄弁護士会所属トンピ先生こと弁護士中曽根智弘で検索はいやってまいりました河原職員のヒーローにインタビューの時間ですそれでは早速 ゲスト様を紹介しますので、えー、そうですね。日本選挙新聞代表選挙アナリストのザマミアガレイさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> で確か噛んでしまいそうで噛んであんなこと言われるともう意識しちゃってもう世界一噛む番組って言われたらうそうですよただ現場目線で情報を発信するってだけは大事です、はい、大事なので変わる職人さんが毎回出てらっしゃるそうですよ、はい、噛みますか噛みますね<あ>噛みますし普段無口なので、はい、いやそうですよ職人さんですもんね <laughs> なんでやり始めたのかっていういやとてもユニークで聞いてみたくなりましたね、はい、そうですねあもうう噛,噛みそうになってます <laughs>、はい 早速なんですけどもガレイさんの,、うん、その活動というか、うん、まず日本選挙新聞というものの活動についてちょっとお話聞きたいなと思うんですけども選挙のことが興味を持っていろいろ取材していたら、はいはい、あれ選挙のことばっかり書いてある新聞ってないなと思ってあ。なるほどですね そしたら友達のドイツ人と日本人のダブルルーツの友達が「ドイツにはなんか月に1回ぐらい分厚い選挙専門誌が出るよ」って言ったから、はい、そうなんですね日本にはないですよねそうないから作ろうかなと思って作り始めたんですねはあ、い、だから僕の僕は選挙のことしか書いてないで、はい、もうずっとこの23年選挙のことしかやらずに生きてます、はい すごいだから現場に瓦職人さんじゃないですけど私も現場にずっといますでもじゃあ各地の選挙が起こるっていう時に取材に行ったりとか情報発信していくっていう新聞なんですかねそうだからこの宜野湾の市長選挙も来てたしそうなんですね沖縄も何度も来てるし青森県も行けば北海道も行くし選挙ってなくならないし日本の選あるからそうですよね そうではありますけど初めて肩書きの選挙アナリストっていう肩書きを初めて聞きましたけど <laughs> ちょっと今選挙アナリストかっこ笑いみたいになってましたけど本当にね日本にね選挙アナリストってどれくらいいるんだろうかってでもまあいるはいるみたいなんですねああそうですかはいだから僕が最初選挙新聞とか選いや出したら急に本当の選挙アナリストみたいな人からあそうなんですねあいつは何者だみたいな感じで、はい <laughs> すごく陰謀論みたいなの出て、はい、あいつのもとには永田町からどんなふうにお金が流れているんだみたいに言われて、はい、そういう疑われ方なんですね。はい、僕すごい貧しいですみたいな <laughs> みんなからカンパもらってやってますみたいなあのその大きな疑いの目で見ないでくださいむしろ本当お金くださいみたいなそんな感じからスタートして、まあ、コツコツ、はい、あのちゃんと取材してやっていこうというふうにやってます。なるほどですね、はい そもそもその選挙っていうものだけにもちろん国民、うん、まあ日本で生きてる限り関係はあるにしても、うん、こう選挙をこう専門にしようと思ったこうきっかけみたいなのってあるんですか選挙って,その選挙って、まあ、結果を見るとね、はい 何万票対何万票みたいになるじゃないですか国会議員選挙だと6万対4万みたいななんとなくあ6万対4万なんだこっち勝ったんだで大体僕ら終わるじゃないですかで終わったらね何万対何万かも忘れて勝ったんだぐらいで終わるじゃないですかでもよくよく考えたら6万人が A さんを選んだら6万通りの理由があるはずですよねそれぞれの万万人は通りの。 いろんな考え方があって、うんはい、あれこれすごく大事なことなんじゃないかなってだんだん選挙ってなんとなく終わるけど、はい、むちゃくちゃ深いぞっていうのが分かってきて<ー>そのなんか深さに見せられてずっと調べてる、はい、独学しかも独学で誰からも教わってないから<ー>もうなんかいろんなデータ見たりとか自分で考えて取材してっていうのをずっと繰り返してたら、はいはい、やっぱりこれは深くて大事なものだっていうのは分かってきたんですね。例えでいうううとどういう、はい 感じの深さがあるんですかね例えばこの沖縄で行くとやっぱりその争点がやっぱみんな言われてるけどその今辺野古の問題とか県済投票もあるけど大きなテーマがあってそれ以外のテーマは。 なななかかか表に出なかったりするそのやっぱりこう毎年毎年夏になったりすると沖縄での,この戦争のこととかがやっぱり大きな話題に日本中で一回になってんまあ日本全体が戦争だったから大きな話題になるんだけど、はい、その視点で沖縄のことを見ると、はい、沖縄の戦争が今終わりました時に。うん 5歳以上の物心ついている人の人口って沖縄全体の人口の何パーセントなんだろうみたいな今もう覚えてるよって人どれぐらいいるんだろうと調べたら何パーセントぐらいですか2015年で10%だったから今もう10%切ってるわけね。そういうふうにして一つの県とかそういう選挙のことをやるときにただどっちが正しいかどっちが多いのかだけじゃなくて。 ちょっとやっぱりこういろんなことを知ってる人が今ここ戦争のことを知ってる人1割しかいないんですよでもあの平和のことを考えなければいけないからこれはどういう課題があるんだろうかとか、はい、そのただ勝った負けたではなくてものすごくやっぱりこういろんな地域いろんな地域にそういう深さがあって。はいはい で僕なんか沖縄の選挙のことを勉強するためにわざわざねすごいこれぐらい分厚さの本を1万円ぐらいで買ってる、ね、これどんな本かというと沖縄の人の名字の人字由来ととかか全部載ってる本とかある本あんですよ<ー>地名の由来が全部載ってたりとか全部の市とか市町村とか町がどんな歴史で成り立ったのか全部まとめてある本があるからそういうのを見ると「紀野湾ってどういうふうにできたんだろう」とか「浦添はどうだ」とか「那覇はどうだ」とか一つ一つの島の歴史とか全部書いてあってああ この島の人はこういうふうに投票したけどこういう歴史とかいろんなことがあっていろんな考え方があるからこういう結果になったんじゃないかなとか、はい、もうとにかく深いんですよ。ああなるほどですねだで。沖縄に住んでる人も知らないようなものも多々ありそうですねそうだから僕なんかはそのどの地域行っても取材する人間っていうのは地域から見たら外の人間でしょ。ははい、はい,はい、はい の人間はやっぱり地域のことを知るために地域の人に勉強しないと分からないからまあ5年ぐらいそこで暮らせばいろんなことわかるけどちょっと取材来るときわかるはずがないからやっぱ一生懸命勉強してあの取材してああなるほどこういうふうな気持ちがあるのかなとかそういうことをやっぱり想像したり考えたりすることがすごい僕の中ではとても大事なことです。選挙 ななんとなく選挙って言ってるけど何万人もの人がいろんな歴史いろんな人生を経て投票するから、はい、あの例えば県民投票でも賛成反対、まあ、どちらでもないよ択になるのかなこれみんな選んだ理由がそれぞれいろんな考え方の違いがあるからはいは、はい、決してどれを選んでも責められないよねとかもっと人間として分かり合える共通のところがあるんじゃないかとか、はい、まあいろんなふうに考えます。はいははい そんな感じすごい個人的に疑問に思ってしまうことなんですけど例えば選挙というものを対象としたら、うんうん、絶対にこうどっちかが勝ち負けがは,はっきりするじゃないですか。しますね、でその選挙新聞としては一応その中立というかその情報をんですかね広く広めるっていうような役割で一応されてるっていう形なんですかね。そうですすねやっぱし、あのー、どっちを応援する人 まあ人間ってまあ A さんと B さんの政治家がいたら A さんがいいねってはっきり分かってる人と B さんがいいねってはっきり分かってる人とまあ決まってる人がいるけど実はね悩んでる人もいるわけですよね。ほとんどそうかもしれないですよね、はい。僕はだから悩んでる人の視点に立った方が物事がよく見えるんじゃないかいろんなことが分かるんじゃないかと思って例えばこういう結果になった時にあの B さんが勝ちました私 B さん応援しましたわーいっていう新聞は別に作りたくなくて。 6万対4万になったけどこれは一体なぜなんだろうか結果は決まったけど<ー>そしたら社会はこの10年間でどういうふうに変化したんだろうか宜野湾市の人口はどんなふうにして人口ピナビッドは変化したんだろうか外から入ってきたら何人いるんだろうか子供はどういうふうに増えたんだろうかそういうふうに社会のことをやっぱりちゃんと勉強してだからこういう結果になったんじゃないかなとかやっぱりこう。 どの宜野湾市っていうものは別にどの候補応援しようがみんな宜野湾市住んでいて宜野湾市のことを知りたいと思ってるからやっぱり宜野湾市はこういう市だよっていうことを中心に考えてそれでその結果いろんなことがあったけどこの結果になったけどみんなでいろいろことを考えようねっていうような、はい、まあそういうスタンス。ああ<ー>、うん、なるほどですね。 なるほど私たちの町はこういうふうになってるのか、はい、もっと町よくしたいねとか有権者だからもっと一生懸命考えて民主主義に参加して、うん、ちょっとでも私たちに好みに近い町になったらいいねっていうふうに社会とか選挙に参加したり、はい、投票したりするっていうことのなんかきっかけとかいろんなものに、はい、を作っていきたいというのがあの日本選挙新聞です。はいはい、あなるほどでですねもややっっぱぱガレーさんとしてはやっぱ、うん 個人的にはこっちとか絶対出てくるじゃないですか。もうその時々ね。はいはいはい。これはもう。ちょっと殺し、押し殺して <laughs>。っていう形でやる。メディアではね。はい、例えば僕なんかフェイスブックとかついたとか、もの自分の意見も隠し。はい、ああ、そうですか。はい、もこれ面白いのはドイツの、あの教育方針で。ドイツも中立は先生、先生の中立っていうのがあるんだけど、はい、ドイツの先生の教え方面白いのは。はい 僕はこっっち側ですって堂々と言うんだよね<ー>だけどこれは僕個人の意見だから、はい、みんなは僕と違って当然いいからっていうことをものすごく大事にするんだよね,ねだからみんなも意見言ってみようっていうと、はい、あのなんか先生の意見と違うからダメなんじゃないかとか<ー>そういうふうに思わせないように先生努力するわけ。圧迫の禁止っていうんですこれはははいはい、はい でもこう,いうのはこういうことをやった方がみんな意見言いやすいのだけども日本人はあま知らないからもし先生言ったら先生こんなこと言ったよってこれ俺の意見言いづらいなとか思うでしょでも先生はドイツだったらいや僕の意見はただの僕の一意見だから全くあなたたちと関係ないでもみんなの意見聞きたいよっていうことをやると僕はこうだね僕はこうだねということでみんな意見を言って賢くなっていくから考えるきっかけになるよねなるほどですね、はい。 ある意味今の沖縄に必要かもしれないですよね。難しいよ。これね悩んでたもん。あそうですか。あの疎いの昨日のイベントでもみんな悩んでたのは、そのこんなに大変なことをみんなで決めなきゃいけないけど、自分たちがなんかちょっと私こういうことでこういうふうに考えてるんだけどっていうことを喋り合える場所がない。いや本当にそうだと思いますね。だからみんな悶々と心の中でねいろんなことを思ってるけど、この口から外に出ないで。 悩んでるわまあいいんだけどでもなんかみんながちょっとその結論だけ言うとさ「はい、私賛成です私反対です」だけ言うと分かり合えないじゃない、はい、でも僕はこの,僕の40歳だけど40歳この町で暮らしてきてこんなことがあったりあんなことがあったりしていろんな風に考えたけど今回はこういう風に考えて僕はこっちにいるよと思うんだまで言うと。 結論だけで物事を判断しないあお前そういう人生だったんだオッケーオッケー一理あるよね、はい、僕はこういう人生だったからこうでこうであなたと逆なんだけどはははやっぱいろんな人生があるからいろんな答えがあっていいよねっていう,、はい、うところにたどり着けるから、はい、実は。 結論だけを言う社会って対立がすごく起きるけど私はこういうふうにこういうふうにこういうふうに考えてってたくさんいろんな理由とか説明出てくると、うん、ああなるほどなるほどってお互いちょっと分かり合える部分も見つかったりするから将来をなんだかんだ色は次の結 どんな結論が出るか分かんないけどその後も含めて私たち社会の一員だから助け合っていろんなところであのこの地域を良くしていこうねっていうそこだけはやっぱりねみんなのテーマだから本当は理由がたくさんいろんな理由が読めたりするとみんな悩んでるから悩んでる人の気持ちが分かるとみんなやっぱり優しくなれる強い人の気持ちだと何だと思うけどみんな有権者なんだから一人一人悩んでるんだから。 そういうういいいい声が聞けたらいいよねっっっててのははずと僕思ます、ねうんうん、なるほどですね。うん、まあ本当に、まあ、僕も東京の人間ですしこっち住み始めて8年ぐらいになりますけどうん、うん、でもやっぱりその特殊だなとは思いますしうん、うん、やっぱこう基地賛成反対ってやっぱこう、うん、同じ職場とかでもこう、うん、話しにくい話題というか、うん、もし相手とこう違う意見だったらこう。うん 結構波風あたり強くなるなみたいな雰囲気はや,やっぱりすすごい感じますよね、うん、だからそれはそのコミュニケーションのやっぱあまりにも切迫した大きな問題ということがやっぱ急に来るから例えば県民投票とかもっと小さな簡単なことを。 でいつも県民投票してたらいろいろ慣れてるから、はい、この大きなテーマでもみんなで意見を出し合ったりできるかもしれないけどいきなりこんなでっかいって大体県民投票ってでっかいテーマしかないんだけど <laughs>、はい、でかすぎるよって思うじゃない、はい、でだからなんか,普段から例えば今、ね、オリオンビールのことは今日話しても大丈夫かなっで言っ、ね、たけど、はい。 オリオンビールのことももっとみんなで話せる話だったし俺たちずっと飲んできたけど心配だって思ってる人もいたりして新聞でも書いてあるけどなんかそういうことも民主主義の中ですごいなんか大事じゃない企業に対する愛情とかこういう企業になってほしいとか消費者としてはすごくあの意見を言ったりするのは民主主義的であの社会にとってすごいあの影響力があるからそれと同じようそういうことも含めてなんかこう。 あのまあ、県民投票っていう大きなこともあればその僕らいつも飲んでるオリオンビールについてどう思うっていうのもこれも全部民主主義だしね。 最近テーマになってよく話題なるのは組体操がすごい巨大なピラミッドばっかり作って怪がしたりするの、はい、危なくないとかも組体操ですかああいうのも僕ら民主主義の中で話し合ったり意見出してちょっと危なすぎるのやめないとかもっとみんな気持ちが一つになったらのイベントでよくないとか、はい、でも組体操を僕したいんだよって人がいたらまあそれも否定するわけじゃないけどじゃあどうやってみんなでいい組体操になるんだろうかとか、はい、これも実は全部同じ。 その僕らの声でやっぱ社会とかちょっとでもあのみんなが安心できる暮らしを作りたいねっていう同じことだからこの同じ感覚でピラミッド危ないね組体操のピラミッドも危ないねオリオンビールはどうなるのか心配だねあの辺野古の是非の県民投票これはどういうふうに思ってるとかこれも実は同じ気持ち同じ感覚でみんなで意見を言いながら助け合いながらあのやるような感覚になると。 なんかいいんじゃないかななんて思いながらこの間のイベントでは匿名で書いてもらった賛成反対だけどそ,です、ね、そもそもガレイさんと僕のつながりは昨日偶然、うん、偶然というかう偶<然>イベントでお会いして声かけさせてもらってすぐそう <laughs> こうやって出ていただいてみたいな。 あの時になんか西島さんがものすごく鋭くて目を輝かせながら県民投票とかイギリスの,の EU 離脱の是非の国民投票について質問してくださってで結構みんなで深い,深,く深い質問が出たからなんか県民投票国民投票やイギリスでやってるけどイギリスでも大丈夫かな混乱してるな日本でも大丈夫かなっていうそういう心配の声だったと思うけど。そういうい声が なんかメディアが言う新聞で言ってたら、はい、なんか偉い人が言ってるなって感じでしょでもなんか仲仲間間のの中かから出たな、うん、なんか仲間の悩みじゃない、はい、なんか新聞が言ってることはすごい遠いけど、はい、なんかグループの友達が言ってることだったら「おお」みたいな距離感であの話したりできるから実はなんか新聞よりもなんかグループの仲間の方が。 のの声の方がなんか仲間の悩みだったらちょっとみんなで考えようぜっていうことができるから僕はすごく民主主義としてああいうふうな空間で疑問とか質問が出たり悩みが出たりするのは大事だと思うああいう場所がね小さくていいからたくさんできたほうがいい。 意外と身近な人がどう考えてるかとかも初めて知る機会にもなりますし本当に賛成の中でもいろんな賛成反対の中でもいろんな反対があるんだなっていうのをだから本当にいろんなグラデーションになってるからそのただ賛成反対だけで分かれてしまってはい勝負終わりとかそういうことじゃなくて。 しぶしぶ悩みながら賛成選んでる人もいた、はい、もう悩みながら反対選んでる人もいて、うん、もう答えがわからないって言って棄権する人もいるわけでその人たちの気持ちが表に出てこないと私たちはちょっと見誤っちゃうよね、はい、悩んでる人ね。ちが、うん、それ民主主義ですごい絶対大事ななポイントかなと僕そもそもまあもう今日のテーマというか、うん、のそうですねやっぱ県民投票に焦点を当てて。 行こうかなと思ってますので、はい、あれなんですけども、うん、やっぱ県民投票ってやっぱ聞きなれないじゃないですかその日本に住んでる限り、えー、県民プールか県民投票か、ね、<laughs> 区別つかなくな,なるね、はい、<laughs> 実際その、うん、日本で他でもこう事例としてはあ,あるんですかねあ県民投票の事例っていうのは沖縄では昔あったみたいよあ,あ、そうですか僕ら 僕らの世代はあんまり僕は40歳だからしかも沖縄で生まれ育ってないからわからないけどこの間県民投票ガイドブックっていうのをくれた人がいたんだけどこれを見るとほらなんか沖縄県すごい昔に1996年に米軍基地縮小と日米地位協定見直しの是非の県民投票でしかも割と最近ですね20年ぐらい前。 うん、でもこの黄色が沖縄でやったけど県民投票っていうのは沖縄県がやってないんじゃないかなだって沖縄県でしょそうです、ね、だから県民投票は、ね、沖縄県の1996年が最初で最後なの、ね、自治体の住民投票とかはかで、ね、あでもそういうのやってはいるんですねの、うん、この資料によるとねだからすごく珍しいんだと思いますよいやそうでですよね、うんま、全国での これぐらいしかないってことですもんね。そうですね。これで全部なのかな。<ー>ちょっとわからない。あ、でもあるよ。1800件以上行われてる。あ,あ、そうですか。うん。都道府県レベルの住民投票が行われてるのは沖縄だけ。<ー>で今回2回目。だからやっぱりね、県民投票は。そうですね。県民プールです。全然異例の時代です、ね。<laughs> <laughs> そもそもその。はい。 ガレさんも海外とかも行かれるじゃないですか、うん、ああ行ったこととんとちょっとしかないか、ね、ああそうなんですかうん、うん、まあそういう目から見ても、うん、なんか海外の人の選挙に対する意識と、うんうん、日本人の選挙に対する意識ってまた全然違うと思うんですよこれは違うね違う違う違うだからその中で県民投票今やるっていうのも、うん、大丈夫かなみたいなのはすごい感じるかなりやっぱり緊張感あるよねはい、はい、その慣れてないい感じはい いつもやってるんだったらいつもと同じ考えやり方でもう一回考え直そうってできるけどやり慣れてないから。 ちょっとみんんなな緊張感がすごいいじゃないそうですよね、うん、でうまくいくのかうまくいかないのかみんな心配だと思うしははだからそれは何かあの僕も、はい、やり慣れてない僕もやったことないから、はい、初めての体験だしはは、うん、だこの初めての体験でどういう体験ができるのかなう、はい、ね地元の人沖縄県の人は、ね、140万人いるから、はい、まあ人口はそれだけいるからみんなね初めての多くの人が初めての体験だから。はい 初めての体験の人がどんな経験をするのかね感想を知りたいですよねーー、うん、うまくいくのかなみんな心配だと思うよ全然分かんないですよね本当に、うん、だからこうやってそのそれはうちはその方針ではやらないっていう市町村が出てくるのもやり慣れてなかったりもするからもう一つの理由だとも思うしそれもなんかこう分からなくはないだけどまあ今の,あのやり方で少しずつこうお互い あの妥協点を探って2つの質問を3つにしてじゃあみんなでやろうかっていうところまで今日の朝刊ちょっとあの今日はあの録,音録音放送だから古くなっちゃうかもしれないけどそういうとこまでたどり着けたのはやっぱりやり慣れてないから結構みんないろんな緊張感があっていろんな政治的な意味とかもあると思うけどやっぱりまず県民の有権者も政治家もやり慣れてないから。 みんなでどうやってねそもそもその県民投票っていうものの考え方っていうのをちょっと聞きたいんですけどもまあもう人によってはいろいろあるとは思うんですけどまあいいじゃん県民投票っていう人もいればもちろんやっぱり日本は選挙で選ばれた人たちがっていうシステムをずっとやってたのに。 なんで今更県民投票っていう,、うん、う選挙で選んだじゃんみたいなのも絶対あると思うんですよ。うん、その辺りも含めてこう県民投票ってどどう考えてたらいいんですかね、うん、なるほどそのね<ー>あの僕は、まあ、いろんな人に取材をしてきたけど、はい、2014年の沖縄県知事選挙、はい、なんか4年1回前の、ねはい、県知事選挙取材した時に、はい、結構いろんな人が。はい 沖縄は政治家を選ぶ選挙はこういうふうな結果になるけどつまり基地ちょっと辺野古は嫌だよねっていう側が大体勝つわけです自民党の中山さんにしろねその前の稲見啓、ね、一さんにしろやっぱり基地に対してその辺野古に対しては慎重な極めて慎重な感じで勝ってでそこから尾長さんがね出てきてとかで有権者の気持ちとしてはそういう政治家は私たちは選べるけど。 実際県民投票でこれはイエスかノーかっていうような投票したことないと。ないですよね。政治家は選べるけど、はい、私たちで結論を出したことがないから、はい、ものすごいモヤモヤするっていう声は結構聞きました。だから一回やってみてその自分たちの,あの,その投票をしてみて。はい その気持ちをあの表現するっていうことをやってみたい。っていう人はたくさんいるんじゃない。ですか、はい、あなるほどですね。うんで、その結果、県民投票は法的な拘束力はないけど、はい、そういうルールで県民投票をやって気持ちを表現できたっていうことが、はいはい、なんか多くの人のモヤモヤを消す。1回消す作業でもあるから。 やらない意味もやらなくてもいいんじゃないかって意見もあってやった方がやんなきゃいけないんじゃないかって意見もあるけど僕はそういう人が割といる中でこれはそういう人の気持ちに沿ったやり方なのでね一回やっておくっていうのはあのなんか有権者の意識としてはいいんじゃないかと思うんですね。で拘束力はないからその結果辺野古の基地の建設が止まるかどうかは誰もわからないわけだけどでもあのまあ 分かりきった結論になるのかはたまた大逆転が起きるのか私は分からないけど、はい、でも一回そのこういうテーマでイエスかノーかる、はいが真ん中なのか分からないけど気持ちを表現するっていう意味があるから、はいはい、経験しないと有権者は分からないらうんそういう意味ではね沖縄は大変な問題があってこういう県民投票があるけど、はい、他の地域ではどの県もやったことがないからねあ、まあ、本当そうですよね。うん、初のの事例、ね、れ僕石川県の県民だけど、はい やったことがないから、はい、ちょっと沖縄の人に教えてもらいたい<ー>どんな気持ちがしたのか、はい、いろんなことを感じたと思うけど、はい、その感じたことを教えてもらって僕らもそこから学んで、はい、地元のことを考えたいし、はいうん、だから何も沖縄だけの,あの体験じゃなくて私も知りたいし、はい、っていう気持ちもある。 なるほどですね、うん、ちょっとお話好きないところではあるんですけど一旦 CM 入らせていただいてまたちょっと県民投票をメインにまた話を聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします経営者の方聞いてください売り上げを伸ばすその秘密は日報にありました日報の正しい使い方を知れば3ヶ月で会社の業績が劇的に変わります日報で業績がアップするんです 詳しくは平二千十七ドットコムまで。平二千十七ドットコム。はーい、ルート三九ゼロよりお知らせです。ついに、宮古島のオリジナルブランドが完成。宮古島の国道三百九十号線をモチーフに。デザインした T シャツやパーカー、ベビー服など品揃え抜群。シンプルなデザインだから、おしゃれに着れる。今すぐ、ルート三九ゼロ宮古島で、検索。 不動産交通事故の法律相談ならトンピ先生こと弁護士中曽根智博へあなたの抱えている問題悩み事中曽根智博にお聞かせくださいすぐに弁護士に相談が解決の鍵沖縄弁護士会所属トンピ先生こと弁護士中曽根智博で検索はいやってまいりました河原職員のヒーローにインタビューの時間です。あ前半戦も まあガレーさんのやられてる活動からあのー、県民投票の話までいろいろ出ていたと思うんですけども、まあ後半も引き続き聞いていきたいと思います。はい。ま素、あ、直に言って、うん、もうなんかもうオープンにしてもいいかなと思うんですけど。おどうしました？<laughs> なんなんなんですか？何か告白する <laughs>、えーえー？ガレーさん的にはもし県民投票があったら、うん、どっち入れるかなとかってあります？ これは一回相当悩むだろうね。今までの自分のスタンスを、そのまんま、なんとなく無意識で投票することはしないだろうね。はい、やっぱり、その僕はでも、大前提として県民ではないので。想像がつかない。です、ねはい、ああ、なるほどですね。で、その僕は、その外から見てると、例えば辺野古、これ埋め立てっていうのを。あの、やらない方がいいんじゃないかって、まあ。 あの地元から住んでる人から見たら安易に思ってる人でしょうね。でもあのもしも自分が県民になってやるとしたら本当に一回悩むでしょうね。うん、いや悩む、ね、悩まないとねやっぱりわからない世界があるからあの賛成の人に出会って話を聞いたりとかんえ悩んでいらっしゃる人に話を聞いたりしながらその今のそのまんまの気持ちで私は県民投票でなんとなくブラっと言ってブラっと投票できない。はい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 。だから一回ゼロにして。はい。 真剣に考えよううっていうことをやると思いますだ、うん、からなんとなく今は反対なんじゃないのって安易に思ってると思うこれは一回ゼロにするから正直なところどっちにやるかすごい悩むって<ー>いうのも僕東京の中央区ってところで住んでるんですけど地元にあの築地のも築地があったんですよ築地を移転するか残すかっていう大きな争点があった時に僕取材したんです。あそうですか,だから その時はね自民党さんは豊洲に移転しまいそうですよね。そしたら小池さんが出てきて移転反対っていうか言い始めたわけね。で僕も混乱するからでも中央区に住んでたらんか豊洲あった方がいいんじゃないどうせなんかごめんごめん築地があった方がいいんじゃないって思って自民党の人たちに取材に行ったわけ。そしたら自民党の党の中央は豊洲に移転賛成なのに地元の自民党は。 あっった方がいいっていうわけよ<ー>地元の住民だから複雑でか党の中央の言うことと地元の人違って、はい、すごくその人間関係とか、うん、地元にやっぱり築地がないと困るねとか考えてるから、はい、党の意見に反対して、はい、築地があった方がいいなーって言い始めた人が自民党の党から公認もらえなくなったりして次新しく自民党から出た人はあのでも。 あの移転賛成って言えないいいいんですはいはいはいなるほどつまりその深い問題がやっぱりあって地域のも事情っていうのはあるから僕も初めてその時に取材してこの自民党のこの議員さんもともと議員さんだった人はやっぱり移転,移転は反対だって主張したで党の懇にもらえなかったとか知ってこのおっちゃんなんかすごくなんか気合い入ってるなと思って。 なんかだからなんとなく投票したら違う人に入れたと思う。だけどそれは選挙だったけど、はい、僕なりに考えたらそういう結果になったんだけど、はい、別に僕の行動が正しいって言いたいわけじゃなくて、はいはい、やっぱ今回の,その県民投票があった時にみんな人それぞれ考えてやったら、うん、思いがけない結果とかあるいは思いがけない理由とかが見つかって。はい 改めてその自分の関心の持ち方とか確認できるし、はい、あの賢くなれたり考えたりできるようになるから、はいはい、なんかやっぱりこういう時に真剣に考えて今までと違う自分に出会ったりしていう、うん、そういうことになるとやっぱりなんか参加した甲斐があるなっていう風に感じますね。ちょっと僕の特別な具体例でしたけど、はいはい、だからわからないですね。いやそうですね。はい、僕自身も正直、うん、まあ東京に住んでい で情報を取って最初はやっぱどちらかといえば反対かなみたいな感じでしたけど、うんうん、だんだんもう分からなくなってきて、うん、今若干ちょっと賛成かなみたいな感じになってるんでやっぱりこうかなりグ,グレーなところですよね、うん、などちらも、うんまあ、意見聞くとそうかと思ってしまうものがありますし。うんうん でもそこで大事なのはやっぱりその僕がなんか反対だと思って西島さんが今若干賛成かなと思ってるとか、はい、この二人別に喧嘩もしなければ、ね、話し合えてああなるほどってお互いいろんなスタンスがあるなとか感じられるし、はい、でも一番重要なのは民主主義がすごい大事だから民主主義よくしようとかその僕らの力で社会とかいろんなことを考えよう私たちが社会の主人公だからっていうのが中心にあったらちゃんとそれを。 あのの県民投票の場所で実現してもらいたいた、はい、だからやるにしろやらないにしろちゃんとあの私たちの意見を聞いて、はい、物事が進んでほしいしなんか自分たちの知らないところで勝手に決まったりしてなんかもや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 ばかりが残ったりもするかもしれないけどでも民主主義をやっぱ大事にするのは私たちの一人一人の意見とか考え方だからそこさえ間違えなければ。 あの常にいつも希望があるかなっていうのを常に感じてますね。はい。そうですよね。うん。まあ本当にそのもうガレさんの言われた通り、話し合う場が全然ないっていうのは本当に現状で。<laughs> そうですね。うん。 だからちょっとでもね僕はだから匿名でねいつも賛成なの反対なの名前書かなくていいから教えてよっていうそのアンケート調査ずっとやってるわけ昨日のイベントでもやられましたよね、はい、だからそこで賛成反対で理由がたくさん集まるわけこの、はい、理由がねたくさん読むとね僕らは心が結構豊かになっていろんな考え方があるんですね、はいはいはい、あ昨日のやつですね、はい、で反対の人も反対の人で6つも7つも理由書いてくれてるわけね、はい、ちょっと紹介していただいてもいいですか 天間を辺野古に移しても沖縄の基地負担軽減にはつながらないからとか県内でのの基地のたららい回しに理不尽さを感じるからうこれなんかは別に賛成反対関係なくみんな思ってんじゃない県内での基地たらい回し理不尽さを感じるって <laughs> こんなの基地のたらい回しなんか最高じゃんと思ってる人いないわけだから、はい、これは別にみんなの共通の気持ちなだとするわけね。で本土で反対すると取り下げるが沖縄だと強硬に感じるっていう<ー>これも多分ね、はい 賛成反対関係なくみんな共通に思ってることじゃない,はいは、はい、だからね反対の人の意見の四つあるけど三、はい、つあるけど二つはね、はい、賛成派も反対派も思ってること確かにそうですよねだからこうやって理由見るとねこれも安全保障は日本全体の問題なのに沖縄だけが米軍基地を過重に負担するのはおかしい、はい、これも多分ね賛成派も反対派も思ってることだよはいは、はい、だから反対派の理由は反対派だけの理由じゃなくて、はいうん これ渋々賛成する人賛成する人を含めて、はい、みんなどっかで共通の気持ちなわけなで賛成の人も意見あるよ賛成か反対かを問うための投票をあこれごめん間違えた反対あこれ賛成の人の意見ちょっと聞いてみようね、はい、賛成賛成普天間基地移設の代替案として他に良い案がないから<ー>この人もやっぱちょっと絶望してるわけね他に良い案があるんだったらそっちなんだけど良い、うん、案がないからって。 思ってるわけねあと中国などの諸外国との関係上今基地をなくすことがリスクが高いので基地移設は必要かと思ってる、うん、もちろん基地がなくて済むならない方がいいけどもって、うん、これもね基地がなくて済むならない方がいいけどもってこれみんな共通の気持ちなわけじゃないそそううですよよね誰も戦争しななんて思わないですから,、ねうん、<laughs> だ,からだからね、はい、実は賛成反対の人の理由を、はい、みんな理由真剣に考えてたくさん変えてくれると共通の部分が多いわけ。はははいはいはい、はい 反対対話ななき投投入入に嫌悪感がああるる<ー>これもももねあの賛成の人人ちょっととんまり見たくないい思う人もいるわけよだからこうやっていろんな理由がたくさんたくさん出てくると分かり合える部分がたくさん見つかってみんないろんな悩みを抱えてるこれもとても面白かった子育てしてると正直ニュースと新聞見れることがなく情報入らないしどんな情報を求めたらいいのかさえわからない,<は>いでも辺野古の件過剰に反対反対してるのは気持ちがよくない。 過剰にののののの言葉が入ってるなるなほどですねこれは賛成の方の意見、ね、賛成成の方方意意見見、はい、だから賛成の方でもその非常に複雑な思いを描いてるわけね。だからそのいろんなこの沖縄の歴史の中でアメリカにお世話になった時代もあったりとか、ね、経済がすごい大変な時にやっぱりアメリカのお世話になった時代もあった、はい、これ経済人の人の取材で分かったけどねでだん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 やっぱり沖縄のアイデンティティとかでいろいろ経済的にも力がついてきて今があって、はい、だからそういうことを深くこの賛成の理由の人はあの考えてますよね。 だからこれ鋭いよ「美しいうち海はそこら中にたくさんある」「基地」というワードに反応してるだけの人も多いんじゃないかと思う、はい、これもねだから鋭い,です、ね、鋭いじゃないそれもやっぱあるような気がしますよね。もうちょっとはっきり言うとさ「自然を守れ自然を守れ」自然を守れって言ってる人に「じゃあ沖縄全体の自然を本気で考えるってことをやりませんか?ん」 ってていいうことを誰も提案しなねそうですね正直なこと言ったら那覇の空港だって同じ規模ぐらいで合わせの合わせのあそこだってそうだし普通に住宅地も山どどんん切り開いてて作っだからそれに対して僕も一回調査したことあるんだけどこの間沖縄市の教育委員会に呼ばれて模擬選挙をやったことあるんだけど模擬投票っていうかみんなの意見を聞いてみたんだけどやっぱり多くの人が。 自然は壊してほしくないなって気持ちを実は持ってるのね、うん。はいはい。まあ、それはそうですよね。でも、<laughs> いや、あんまりでもね、沖縄県の選挙の争点で。環境破壊はどうだっていうのは、政治家ほとんど言わない。<ー>でもね、有権者は心の中で。はい。はい、あんなに山切り開いていいんだろうかって、どっかで小さく傷ついてる可能性がある。でも。 あんまりその声が出てないから、ピンときてないけど、多分100万人にアンケートしたら。はい、80万人ぐらい、ひょっとしたらね。こんなに環境を壊して、大丈夫かなって、はい、心配になってるかもしれない。だから、その、この人の気持ちはあるわけ。ただ基地だから、反対、反対してるけど、はい、その環境だ、環境だって言ってるけど。沖縄県全体の環境のことを、みんな考えてくれてますかっていう反発もあるわけ。反対の人に対して、ね。なるほどですね。この気持ちはね、やっぱり、あのー、なんか、すごく、僕としては。はい なだからなんかこう理由を聞くと辺野古賛成反対だけじゃなくて、はい、今まであんまり言葉に出,出なかったことがたくさん出て、はい、やっぱりもう一回見直してうん辺野古の賛成反対も 今回問われるけど、はい、環境のことはどうするんだとかもみんなのテーマだしいろんなことが出てきてるから、はいうん、だから深いよみんこれがメディアが書いてるんじゃなくて普通の人が考えて書いてるから。はいはい、あの利害関係ないいですからねそうからこういう 僕らとな同じ仲間がそうやって書いてることだというふうに捉えたらみんな真剣にもうちょっと考えるから、はい、喧嘩しないでもっと、はい、本当にちゃんと考えようよっていうメディアが偉い人が言ってることじゃないよっていうことがなんか民主主義で大事かな、はい、県民投票でこういう調査すると面白いですねいろんなことが分かって課題が見えてくるそんなな感じなるほどです、ね、これあれですよね <laughs>、うん、このリスナーの方にも意見とかもし、うん、匿名でいいので。 もららえたら面白いですよねそうですね今日は、ね、収録なんだけど、はい、メールで送ってくれたら何かあのタイミングにブログで掲載したりフェイスブックで掲載したりして、はい、いろんな考え方が賛成反対の結論だけじゃなくてその理由があるよって、うん、いろんな理由があるよっていうことをみんなで共有すると、はい、やっぱ深まるから考え方が面,、ね、面白いから,、はい、からぜひな何かよかったら呼びかけてください。でねえっと、でまたたももしかしかから2回目とかも <laughs> ちょっと企画には入ってますので、<laughs> はい、その時とかにまたそのメッセージを読めたら面白いなと思っております。はいはい、とメッセージ二通りありまして、えー、ファックスの方はゼロ九八九四三ゼロゼロ九四の方に送っていただければ <laughs> FM ギノワンの方に届きますので、でメールの方は七九七アットマーク FM ギノワンアットマークドットコムで送っていただければ <laughs> 読めますので。 ど、はい、どしどし送ってくださいそうですね、はい、心の中に溜め込んだあのものをちょっと書いていただくと僕らは別に名前がどうだとか発表せずに理由だけみんなに読んでもらえたら考え方深まるんじゃないかって僕は思ってるからそういう風にしてなんか提案できたらいろんな考え方読めて喧嘩もしないでねやっぱり読め,読めて深まることが大事だから、はい、是非皆さんの心の中にしまっているあのことをたくさん書いて送ってください。はい これも本当に何ですかねやっぱ民主主義って、うんまあ、正直日本じゃ当たり前じゃないですか、うん、獲得したみたいな感じの意識もないですし,ょうし、うんとなくゆるゆる昔からあったような感じもしますし、うん、独特なやっぱ文化だと思うんですよでまあまあいろいろあって西洋の文化とか入って今のこういう形になってますけど、うん、やっぱ 民主主義に慣れてる国ヨーロッパとかを含めてこういう県民投票やるってなった時とかは、うん、やっぱもうこういう話し合いの場っていうのがやっぱ用意されるもんなんですかこうやっぱ情報を、ねうん、平等って言ったら変ですけどやっぱ両方の情報を行き届かせるっていうのは結構国としての使命なのかなっていう感じは思うんですけどそうです、ねうん、まあそれメディアの使命かなというよりは僕直接その 県民投票みたいな他の国で国民投票やってる現場を取材したこと,とかないからあの本読んだりとか取材した人から聞いたりそういう話だけど例えばイギリスの EU 離脱の是非の国民投票とかあのなんかわざわざ儲けなくてもみんなひたすら議論してるバーに行ったりどこに行ったりしてもみんなもうあれこれ議論してる結論が出た後も議論してるだからつまりね県民投票やるからって議論がスタートするんじゃなくてもうすでにね もうイギリス EU に入ってきてもう離脱した方がいいんじゃないかとかみんな思ったで考えたり議論してるわけねだからじゃあ離脱しましょうかという国民投票が行われる、はい、だからスタートは国有権者なのだからそのふってなんか急に県民投票が来たようじゃなくて普段から議論してるからもうやらないかという順番が。 になってるだからちょっとわざわざその場所を設けてるかどうかわからないけど<ー>もちろんイベントはたくさんあると思う話し合いのイベントとか政治家が討論するイベントは当然たくさんあるけどそうだからそうううなんんですねね土壌ととして全然 <laughs> やっっぱ違違、ね、ちょだから今回の県民投票で沖縄でその賛成側と反対側の議員さんとかがみんなの前で議論して質問したりとかするようなイベントって開かれたのかなっていうのがちょっとはい。はい 認識の限りりりりああまり <laughs> あままま活発でははない感感じじが、はい、と静まり返ってる感じはしますよねだからんかそこら中至る所でそんな平和的なね民主的なあの討論会、えーはい、というような場所とかがあ,あっちこっちにあるとか、うん、そういう場所を作っていくと私たちも目に触れて考えたりとかできるから、はい、ちょっとやっぱり努力をたくさん,うんあのそういう努力というのが大事なんじゃないかなというふうにちょっと思います。はいはいはい、そうですよね、うん やっぱこう沖縄に住んでいて思うのはやっぱ賛成は賛成で集まりがちですし、うん、反対は反対で集まりがちだなっていうのはすごい感じますしでも両方ともその、まあ、僕は結構両方顔出したりするんですけどうん、うん、沖縄をよくしたいいいいいっっててううう思思は一緒じゃなななですかそうねねろんんにるみ僕も昨日やったら、はい、賛成派も反対派もいて理由も書いてくれたから、はい、ものすごい得るもの大きいじゃないですか。 反対派だけいたら、はい、なんか大体同じような意見だし賛成派だけにあなたにいったらみんな大体同じ意見ですけど、はい、賛成と反対派から意見聞けるということがやっぱり考える材料になるし、はい、まあお互いいろいろ悩んでるから、はいうん、やっぱりそういう場所づくりってなかなか大変だけど、はい、あの僕は工夫してそういうことをやっていきたいなというのはいつも思ってますなるほどですね。うん そういう意味ではすごい今回いいきっかけになるかもしれないですよね、県民投票を通して、うん。みんな悩んでると思うよ、そういう場所すらないって悩んでたから、はい、でも昨日嬉しいアンケートで、なんか安心してた、安心できて参加できたっていう意見があって。 その例えば僕なんかの話でみんなでちょっと意見ちょうだいとかいろいろやってたけど、はい、私に対して「私賛成だけど反対だけど」僕は言われても,、はい、もう全部受け止めるし「はい、ああ分かるわ」っていうそういう感覚がどっかにあるから賛成の人にも反対しても一理があるからね、はい、そ,のそういう場所っていうのを、まあ、僕はそういう場所に踏み込んで、はい、賛成でも反対でもその人たちの気持ちが大事だってところに踏み込んでしまってるからいいけどみんな 賛成なら賛成、反対なら反対側でいるよね。だからそういう風な状況では両方ともの意見が出る場所って作りにくい。作りにくい。なんかどうやって作っていくのかな。そうですよね。勇気を持ってそういう人が出てくるといいかな。そうですね。本当に両方ともからお前何やってるんだって言われるけど、いやいやいやちょっと待ってくれ。両方ともから言われますよね。言われる、言る。でもね。 面白かったのは僕マニアだから世論調査マニアだからあのザマみアガレ世論調査ってやったことあるんですよ。僕のことをツイッターとかフェイスブック追いかけてる人になんで僕のことを追いかけてるんですかって聞いたら答えで一番多かったのはあなたはあのどっちかの考え方っていうのを押し付けないし常に何か議論するじゃない僕はあなたの考え方が好きなんじゃなくて議論してるのを読むのがすごい楽しみなんだ。じゃあれさんのツイッターを見てればこう いいろんんなな人とのやり取りが見えるんですねりりで、うん Facebook、もそう面白いです、ねうん、なんかあったらカチンときたらもうずっと議論してたらもらそれで100コメントぐらいになるから二人一っきりの議論とかで <laughs> は<ー>でも多分ね外から見てたらそれ読んだらなんか熱い二人がいろんなこと話し合ってるけどああなるほどなとかなんかね二人が向きになって話し合ってるの横から見てるのちょっと面白いじゃんそういうふうにしてなんかこう話し合ったり議論したりするの楽しみだっていう人が一番多いのが分かったから。はい 私の考え方一つがみんな好んでくれてるんじゃなくて、うん、対話したり議論したりするのが面白がってくれるんだなっていうのは僕、はい、になってすごい勇気勇気になっただか,らだからいつもなんかそういうスタンスで、はいえー、いろんな人と議論するっていうところにいたいなっていうことを思ってます。はいはいはい なるほどですねはい、びっくりしただから急に勇気が湧いた調べてよかった批判もたくさん来たけど深井でもそれを超えるかしょうがないですよね深井そうそうそう勇気を持ってねはい。なるほどですね何か他県民投票のこととかで触れておきたいこととかありますか深なんだろうねやっぱりみんなの気持ちがとても大事だからちょっと僕もこれからなんか世論調査しようかなと思ってなんか沖縄県民投票賛成反対どちらでもない別に結論はね一つずつあるけど 理由について聞かせてほしいとアンケート調査をツイッターとかフェイスブックでやろうと思うんですよ。理由が読めるじゃない、はい、だから理由を読んでみんな考えをそういう場所としてねもっとただの賛成結論が出るんじゃなくてそういうことをちょっとやって、はい、僕自身もみんなの気持ち知りたいし一人一人の気持ちがどんな気持ちなのかみんなでシェアしたら、はい、人間なんだからあこういう気持ちだねっていうのが分かるから、はい、そういうのをちょっとやりたいと思うから、はい、もしそういうのが流れてきたら。 ちょっと協力したり広げたりしてみんなの気持ちを表現して名前出ないからそういうのをみんなでシェアすると県民投票についてちょっと違う感覚で今まで表に出なかったことを知りながら気持ちを知りながら参加できるっていういうことができるんじゃないかなと思ってそういうのをちょっとやってみたい本当昨日参加してみてその辺はすごく感じましたねやっぱ 他の人の人意見を聞く場っていいうののそそもそもないので、うん、意見を聞くだけでやっぱああそういう考えもあるよねっていう関心も深まるなっていうのはすごい思いますね、うん。だからメディア沖縄のメディアはすごくそういう基地メディア基地のこととか、はい、県民投票のこととかまあいろんなことあるけどそういうのを一生懸命大事だと思って報道するんだけど、はい、あれやっぱりメディアなんだよね大きな。さ声がやっぱりシェアされることを、はい しかもメディアが言ってくるんじゃなくて僕らの手によってそういう小さな声がシェアされることがやっぱり僕らにとってすごく勇気づけられてあの元気づけられる私たちが参加してるんだって気持ちになるからちょっとやっぱりねそのマスコミとかの限界は必ずあるし僕らのできることっていうのがあるからそういうことをなんか似てることをやってるようで取材して似てることをやってるようでもちょっと感覚的に違うものが多分あるんじゃないかなと思います。 確かにそうですすすすね、うん、親しみやややささとか聞きやすさはやっぱありますよ、ね、そう,そうお前分かってねえなって言いたくなることでもでも分かってない人もたくさんいるんだよねすんごい頭いい人もいればもう忙しくて分かんないんだけど、はい、でもその人もみんな有権者だから、はい、それでも悩んで投票するわけだから、はい、そういう人がいるんだよっていうこともやっぱ大事、はいうん、分からないんだ忙しくてっていう人の声もすごく社会の中では大事な一つの声。うん、はいか ファックスなりメールなりこれあと最後まあちょっと時間があれではあるんですけどもまああのそんなに強制力があるものではないって思ってていいんですよね県民投票っていうのはあくまで意見を集めるっていうようなものっていう感じですよね。それについて例えばどれぐらい重きを置くのかそれはこの国の民主主義のセンスが試されるね。 きあのちょっと最後30秒でしゃべるけど、はい、イギリスの EU 離脱の是非の国民投票も強制力はありませあでほんのほんのわずかな差で離脱派が勝ったら、はい、イギリス政府は、はい、従いますってなるから <laughs> ちょっと日本人にとって信じられないんじゃないか怖いところもあるんじゃないかなってすごい思いましたけどね。 それ終わってからもずっと議論してもう一回県民投票はないってあの人らはそれぐらいの着替えてやらないといけないかもずっとそういう生き方してる彼らはなんかちょっと先輩としてねそういう人たちもイギリスにはいるんだと思って僕も絶望しないようにしてますけどねわかりましたじゃあ最後にですねまだちょっと時間あるそうなんでうん ガレさんにとってその選挙って何ですかみたいな、うん、その某番組のパクリっぽいいいですねあの線路は続くどこまでもって歌あるでしょ、はい、やっぱ選挙は続くよどこまでもですねもうなくならないからい、ねはい、勝ったり負けたりあるけどまた次もあるからやっぱずっとこれが続くことが実は喜ばしいことでしょ、はい、もしね何かあって選挙がなくなったら私たち初めてその時に気持ちの表現する場所がないって気づくはずあ だからこの選挙を私たちの手で民主主義的に参加してこれが社会でいいことだというそういう機能をやっぱちゃんと僕らで作っていかなきゃいけないだから選挙は続くよ、どこまでもっていうのが僕の選挙に対する感覚です。はい、なるほどですわ、ねはい、かりました <laughs> そそそれ時間になりましたのでまあまた第2回できたらいいですね。いやんでもらって声声くださいって僕ね、本当にね嬉しいんですよ、このローカルの技能ワンというところの皆さんに声届けたりフィードバック、声も聞けるかもしれない、これとても嬉しいことだから僕の中でものすごいエネルギーになってます。はいいぜひよろししくお願ますそれでは本日のゲストさんは日本選挙新聞代表の座間宮華麗さんにお越しいただきました。 <music> それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。<music> <music>